ミセスバンパーミッケルです。今日はね、ここでね、タニシが取れる川でガサガサしていきたいと思います。今日の目標はね、タニシじゃなくて魚です。今日はね、その魚どもをね、5秒で捕まえたいと思います。5秒やるから、この汚い手をどけろ。やっぱり短い網とは違ってとても使いやすいですね。なんでめちゃくちゃ魚がいるのに入んないんだ。お前らはどこまで逃げたら気が済むんだ。くそ。ここにいるのは分かってるんだ。グレソンじゃない。お前ら、なんで逃げ足がこんなにも速いんだ。くそ。流れが強すぎて入んないぞ。ちょっとね、追い込み漁をしたいと思います。ここにね、網をセットしてね、ちょっと向こう側からね、ちょっと歩いていきたい。ゾビお前ら、さあ、あの網の元へ逃げるんだ。5秒あるから逃げるんだ。よしよしよし、入っただろ。こういうのはね、普通用水路とかでするものです。なぜ一匹も入んないんだ。うっ、魚かと思ったらエビじゃねえか。あ、やばい。うん、なんでお前ら俺から逃げていくんだ。よし、一匹ぐらい入ったらどうだ。あいつら完全にね、人間を舐めているのでね、これもうこの林の中に入ってやろうか。これ、うわ、雲が入ったぞ。今日は雲には用がないんだ。なんで何も入んないんだ。よし、ここでどうだ。うわ、うんこじゃねえかこれ。時間を空けて戻ってきました。もう慎重に捕まえていいと思います。いたぞ今。いた。俺を舐めてんのか。出てくるなら今のうちだぞ。かなりまずい事態になってきました。魚がね、たくさんいるのに一匹もね、取れないというこの状態はかなりまずい。ここの魚たちはね、かなり頭がいいようです。ちょっと別のポイントに行きたいと思います。この臭いドブでやるしかないのか。これどこまで入るんだ。うわ、うんこじゃね、完全にヤバいとこまで来てしまいました。ここは多分化け物がいますね。5秒やるからこの汚い手を解けろ。やばいとこまで来てしまったようだ。これ多分ね、うなぎとかいますね。うわ、ちょっと、うるさい。こんなとこに巨大な岩があります。ちょっとね、触ってみたいと思います。これは、かなりね、やばいですね。この先には強敵がいるかもしれません。5秒で気をつけていく。よし、よ。完全にサバイバルですね。なんだここ。なんだこの景色。これはね、雲に気をつけながら進んでいくしかないぞ。ほら、また雲の巣だ。その前にちょっとこの岩をどかしてみたいと思います。
なんかカニ、サワガニとかいるんじゃない？サワガニとかいるんじゃないのか。こんなとこに巨大な岩があるぞ。これは本当にやばいことになってきたぞ。この先に何が待ってるって言うんだ。そしてね、蜘蛛の巣が多いということはね、ここは誰も寄りつかないということでしょうね。これはね、体幹が鍛えられますね。こういう落ち葉のね、中には意外と、うわ、硫化ガスみたいなの出てきたぞ。この中に何がいるっていうんだ。うわ、くさ。何もいませんね。俺が求めてるのはカニだけだ。サワガニだけだ。大事なのは諦めないことだ。ということでね、もうちょっと散策したいと思います。やばい。何やってんだお前ら。さっきね、草むらをね、こうね、やりながら歩いてたらね、あんなバッタが入ったということは、新しいガサガサの方法を見つけてしまいましたね。水でも通用するんじゃないのか。こうやって歩いてたらなんか入るんじゃないのか。歩きながらこうやって入るんじゃないのか。蜘蛛しか入んねえじゃねえか。でもね、次はね、草むらでね、あのガサガサをしてね、捕まえた虫をね、大量に食べていきたいと思います。多分。さあ、始まってまいりました。谷氏の滝登りです。どっちがね、一番このね、でかい谷氏が登るんでしょうか。さあ、一番先頭は誰だ。先頭がわからない状態になっております。ここにね、石をどかしてカニを探すしかないですね。なんだ、カニも俺の味方をしてくれないのか。早く出てきた方が身のためだぞ。意外といないな。やはりね、これはね、タニシを捕まえろという暗示なのでしょうか。タニシしかいませんね。タニシの大名行列。今帰ろうと思ったらね、大量のエビが取れました。いや、おい、魚かこれ。とりあえずね、結構取れたのでね、逃がしたいと思います。こんなとこにね、タニシの大名行列ができてました。もうね、大名行列がね、見れたので今日は何も取れなかったけど、ね、終わりたいと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。